15年割れだったら無料じゃない。あ、マジで保証がない。プラスも入ってる。どうだったっけな。来てよかった。いや、この場所はずっとこのままでいてほしいですね。こんなまま不気味なままで。あのバンクはね、スーパーセントから。ほんと全国でここだけですよ、こんなの残ってるの。地下室ありますよ。マジで？あ、YouTube に載ってますけど、その何の地下室で変な子、女性の声入りましたかな、俺。マジで？いや、本当に、地下室何があるんですか？いや、物置みたいな感じになってるだけで。地下室ですか、あ、そうです。すごいでしょ。すごいですよ、ホルマリン抜けになって、超黒いし、タコですかね、かもしれない。タコとかイカとか、イカかな。YouTube で有名な。そうですね、初めて見た。内臓全部見えてるし、これ心霊っていうか別の意味でやばい。だって全国探してもこんなんないで、ここだけ。この廃校で女の人の声が入ったんですよ。あ、なんか YouTube で。マッサン。マッサン。マッサン。こっち来てください。まあ YouTube で女の人の声が入った場所があるんですよ。それがここです。この地下室で。天井めちゃ低いんですよ。なんか無理で作ったかも。そうなんですよね。あ、パンも美味しそうで神戸ぜ。近くのね。
松さん、これちょっと伸ばしてもらっていいですかね。この、え、この髪伸ばしてもらっていいですかね。避難経路、あれ中二少年とか少女一緒、多分そうですね。小中と思います。で、隣が赤ずの音楽室。音楽室が一番いいの、この鍵が開かないんですよね、これ。なんでここだけ鍵が開いてんのか、外の入り口も開いてるのに。じゃあ2階行ってみますか。そっち見ないで。あ、ここ行きますか。ポツは使われてましたけどね。めっちゃカメムシ臭いね。まあ、こっちはまあ見るもないんですけどね。体育館です。体育館。はい。電気ついてますよね、この冷蔵庫。はい。なんで？学校にコウモリって。雨？川？床が腐ってやがるな、危ねえな。なぜここにトイレ？ん？トイレ。あ、本当だ。え、開きます？あれ、鍵、なんかあれ、チェーンが、やっぱ開かないですよね。開いたことないです。スノーボード？
ロシアはソビエト連邦になってる。卒業生が黒板にいろいろ書いてますね。そうですね。ソング4とか、入学とか。まあ卒業生の思いは、俺が YouTube を通して未来に残しますよ。ここにも卒業生のが書いたのが、アイリっていい名前ですよね。多分一番東区にいません。アイリっていう、平成25年、4年前、割と最近だな。卒業生が今全然図書に関係ないものばっかりだけど、図書室のようには狭いな。まずほとんど本がないっていうね。すんげーなカメムシ。でこれカメムシ半端ないっすよ、数が。こんなとこ絶対こけたくねえ。窓が近いからか。いやあれこれ全部カメムシですよ。うわ、死骸だ。
何やってんすか。武器を探してる。名刀春雨に次ぐ第2の斧。いい考えでしょ。いけないっすよね。いや、今気づきましたね。ここにも痛いか。いや、入れないっすよ。そう、もう行ってね。中も入ってないです。入れない。なんかある。いや、ほんと神棚みたいなのがあるぞ。あるね。こんないますね。これカメラ落としたらどうしよう。え、ね、この15万のカメラ落としたらどうしよう。ここに最悪なんだ。頑張って登ろうとも思わないけど、たくさん、まあ、プラスあれは普通に入ってますね。あ、バスの音楽なぜか葉っぱが入ってる。そうですね、なんか貴重品でもあるんですかね。ここだけ鍵がかかってるってことは。ついこっから地下を覗けるんですよ。ああ、そういう。ほら。遺体があったら超ウケるね。何が下広いんですよね。ん？何が広いんですよね。うん。バッテリーはあと何秒持つとなろうか。もうここまでくらい見つかったの関係ないですよ、ね、外にいるわけだし。こっち一応進行車ですかね。で、地下室に入りました。ここで前声がありましたからね、なんか入ってて。助けてって声が。で、YouTube に載せました。なんか前から片付いてるような、なんか物が少なくなってる。
じゃあ音楽室だけが入れないんですよ。ここだけ鍵がかかってて、ここは全部入れれば。気になりますよね。ピアノとかある感じ。おそらく。じゃあ外の窓が中を覗くことはできるんですけど、どれも鍵かかってます。ここで結婚式したんですかね。はい。それとも、ここの付近、卒業生とか、うん、まあ、フルネームじゃないからネット載せてもまあ大丈夫か。いや、でも確かに新しいですよね。めっちゃ新しい。ほぼ使って2回目じゃないですか。はい。いや、前回この床は気が付かなかったですね。しかしなんか毎回テーブルの配置がちょっとずつ変わっているような、変わってないような、これはもう読めないな。Thank you.